キャンベラ級教習揚陸艦は、オーストラリア海軍の教習揚陸艦の艦級、スペイン海軍の教習揚陸艦、フアンカルロス一世の巡動警艦であり、全通した飛行艦艦と大型のウェルドックを備えている。2隻が建造されており、1982年に退役した航空母艦、ウェルボルンを上回る、オーストラリア海軍史上最大の軍艦である。オーストラリア海軍では、 第二次世界大戦中に3隻の不評揚陸艦を取得して水陸両用戦力の整備に着手した。戦後、イギリス海軍より LST マーク3型戦車揚陸艦6隻の太陽を受けて運用していたものの、これらは1950年代中盤には返却され、大体の試みもなされなかった。このことから陸軍はアメリカ海軍の中古艦として、 LSM-19 中型揚陸艦4隻を入手し、1970年代にはバリックパパン級大型揚陸艇により更新したが、こちらは建造途上で海軍に編入された。またより大型の両用艦艇として、1982年にはイギリス海軍補助艦隊のラウンドテーブル型支援揚陸艦の設計に基づいてトブルクを建造、収益させ、 水陸両用戦力の再整備に着手したのに続き、1990年代初頭には、アメリカ海軍を退役したニューポート級、戦車揚陸艦2隻を入手し、海藻の上で、カニンブラ級揚陸輸送艦として、再収益させた。しかしこれらはいずれも老朽化していたことから、2010年代をメドに更新が計画されることとなった。東ティモール国際軍での経験から、 両用戦力整備の必要性が確認されたこともあり、2000年の防衛白書において、まず、トブルク及びカニンブラ級のうち1隻を更新するための2隻の取得が盛り込まれ、2004年にはフランスの DCNS 社とスペインのナバンティア社に対して打診され、両社はそれぞれ自国海軍向きに開発したミストラル級強襲容陸艦と、 フアンカルロス一世のオーストラリア向け改訂版を持って応募した。2007年には後者が選定され、ナバンティア社がスペインで建造した主戦隊をオーストラリアに開港し、テニックス社が上部構造物の取り付けや偽装等を行うこととされた。本級の設計は基本的にフアンカルロス一世のものが踏襲されているが、細部にはかなりの差異があり、また、 船体規格としては、ロイド規格が適用されている。船形としては全通飛行乾板型が採用されており、また、揚陸艦の通例として機水が浅く管源が高い。例二乾板が飛行乾板とされ、その直下のハンガーは二乾板分の高さを確保している。主船体内には、第二乾板の後半部が、居住区、第3.4乾板に重車両乾板が設置されており、 またその後方には、第5甲板を底面として、ウェルドックが設けられている。なお、第1甲板のハンガー前方にも、軽車両甲板が設けられているが、ここと第4甲板の重車両甲板との間は、左限側のランプで連絡されており、16トンまでの車両を移動させることができる。また、重車両甲板の右限側には2機のサイドランプが設置されている。式方式は、 フアンカルロス一世のものを踏襲して、ゼネラルエレクトリック LM2500、カスタービンエンジン1機とマン 16V32、40V 型16気筒ディーゼルエンジン2機を発電機として配した電気推進が採用されており、推進機もポット式のシーメンス社製アジマススラスターとされている。また非常用として、三菱重工業 s 十六ンプタディーゼル発電機一機を備えるほか、 精密な相関が要求される場合に備えて2機のバウスラスターも有する。マルチハザード化及びグローバル化に伴う任務の多様化に対処するため、本級は従来の航海軍揚陸艦と比して飛躍的に強力な多様途性を備えている。上記の通り例に看板は全通した飛行看板とされており、またその直下にはハンガーが設けられている。 これらを連絡するエレベーターとしては、飛行甲板の最後部中央とアイランド直前に、各1機のエレベーターが、いずれもインボード式に設置されているが、これはファン、不安カルロス一世と同様の配置である。なお、前方のエレベーターは、中型機用、後方のものは、大型機にも使用できるほか、弾薬用エレベーターも別に設置されている。飛行甲板は、 長さ202.3メートル幅32メートル、面積4750平方メートルであり、左ンガー全端部にはスキージャンプ勾配を設けている。ヘリコプターの発着スポットとしては6カ所が設定されているが、これは MRH-90 やシコルスキー S-70 など中型ヘリコプターを前提としたものであり、陸軍の CH-47 輸送ヘリコプターを 運用する場合は4箇所に減少する。また T が R 攻撃ヘリコプターの搭載も想定されている。なお、オーストラリア軍では、陸軍の UH-1HS-70A-9 汎用ヘリコプターと海軍の S-70B-2 昇海ヘリコプターを一括して NH-90 で更新する計画としており、MRH-90 と呼称している。 ハンガーの面積は990平方メートルで、11機の中型ヘリコプターを収容できるほか、前方の軽車両甲板も加えれば、最大18機となる。スキージャンプ勾配を有することから、ストブル機の運用も可能だが、現在のところは運用されていない。2004年に、オーストラリア連邦議会の省委員会にて、艦上機として、回マイナス 35B の採用が提案されたが、 海軍によって拒否された。なおくよ軍は、クタール型の海マイナス 35A を100機、程度導入予定である。本級は、揚陸部隊として、兵員船46六名と各種車両100両、ヘリコプター12機及びその他の装備を搭載可能とされている。第1艦板全部には、軽車両艦板、第4艦板には、重車両艦板が設定されており、面積は、 前車が1889平方メートル、後車が1410平方メートルとされている。上記の通り両者はランプで連絡されており、16トンまでの車両は自走して、軽車両甲板に移動する。これらの車両甲板には、戦車を含めて150両の車両を搭載することができる。居住区は、館内各所に分散されているが、その中でもハンガー直下の第二甲板には、 主居住区が設定されており、医療区画もここに併設されている。医療設備は充実しており、手術室2室と病床40床を備えている。重車両看板工法の第5看板には、完全長の30%を占めるウェルドックが設けられており、長さ69.3メートル幅16.8メートル、面積1165平方メートルが確保されている。ここには、 LCM-1E 型上陸用、修艇4隻が搭載されるが、他国のハム用,用陸艇やエアクッション型用陸艇の運用も可能とされている。また、LCM-1E に加えて、4隻の複合艇も収容できる。一番艦、キャンベラは、飛行から浸水までの工事をフェロルで行った後、2012年8月から10月にかけて重量物運搬船。 ブルーマーリンに搭載されてオーストラリアに開港された。以後の工事はビクトリア州ウィリアムズタウンで行われた。2016年2月20日、史上最大規模のサイクロンによって大きな被害を受けたフィジーへの災害派遣にキャンベラが参加した。ありがとうございます。